カザカザパンガパンガ、どうも、パンカイです。2024年、新年明けましておめでとうございます。投稿前したら1ヶ月前ぐらいかな。今回は、以前に僕、カズハちゃんの韓国語力見てみたみたいな動画を撮ったんですけど、あれからね、すごい年月が経ったんで、いや今どうなったんかなっていうのを率直に思ったんで、まあこれはプラス韓国語の先生としてカズハちゃんの今の韓国語の実力をね、皆さんと一緒に見ていこうかなというふうに思います。これね、別に上手いとか下手とか言いたいわけじゃなくて、どうやって勉強してるんだとかっていうのをね、知りたいよね。韓国勉強してる人はそれを真似してもいいと思うし、しなくてもいいと思うし。안녕하세요。오늘은시간있을때자기전에어떻게시간을보냈는지찍어보려고하는데요 왜이앵글이냐면진짜완전자기전이라서지금손이기때문에그촬영은안되지만이렇게손만이라도촬영을해보도록하겠습니다。手がまず可愛い手してもね、可愛い人の手じゃなかったらこんな手ならんもんね。スケジュール手つなぎたいもんね、普通に。이러고하면되나매년학생때부터썼었는데日記書いてるみたいな。뭔가그런걸그약간일기라기보다는약간메모장처럼쓰고싶었어쓰고싶은まず、いや前の動画見てもらいたいんですけど、まあ、それも概要欄貼っておくんで、びっくりするぐらい韓国語うまくなってるね。前の動画でも話してたと思うんだけど、単語っていう喋り方、まあ、皆さんもね、英語を喋るときとかに英語できない方とかは、私は魚料理が食べたいですとかって言うとするじゃないですか。 I want to eatフィッシュフードみたいな感じでつなげると思うんですよね。そういう感じの韓国語の聞こえ方だったんですけど、どっちかっていうと今は文章の決まった形があって、そこに言いたい単語を載せてってるみたいな感じの聞こえ方がするんですよね。アイドルグループの中でもすごい長い練習生期間があったりだとか、韓国で長い生活をしてる方を除いて、同じ国のメンバー、日本人メンバーだと日本人のメンバーが他にも一人以外じゃなくて複数人いたら、どうしても日本語を喋る機会が多いので、やっぱり日本人がいないグループで一人だけ日本人のグループもあると思うんですけど、その方よりもどうしてもやっぱり成長のスピードは劣るんですよね。これはもう仕方がないことです。誰が良くて誰が悪いとかじゃなくて、ルセラフィムで言うとさくらちゃん一緒にいると思うんですけど、にもかかわらず成長のスピードが速いのがびっくりした点ですね。まず1年分사고잘쓰고있습니다。てかこれカズハちゃん見てるんじゃん。普通にだってエゴさしたら出てくるもんね。この動画もう一回撮ろうと思って、カズハ韓国語って調べたら自分の動画結構上トップ5ぐらいに出てくるんで、カズハちゃんが自分のこと英語させたら YouTube 上で僕出てくるんですよ。ってことは結婚してるってことですよね。시간이있을때맨날쓸수는없는데많이쓸때는이렇게많이쓸때는이렇게오늘도오늘것도하겠습니다。まず手フェチの人から言わせてもらうと、この手めっちゃいいよね。これいい手してるよね。これフリクションの宣伝してるやん、これ。フリクションめっちゃ売れるやん、これ。
そうですよね、まあ、あるあるなのが何々ラゴ千学館見だとか何々ラゴ千学けよっていうのを、まあ、日本語だと何々だと思いますとかっていう文章じゃないですか。もちろん使いますよ、使うんですけど、日本人らしい表現ではあるなっていうふうには思いますよね。多用すれば多用するほど日本人がその韓国語を覚えた感が増すので、そう思われたくない方は何々ラゴ千学館見だとかっていうのを多用するのはあんま良くないのかなって思いますね。でも全然間違ってるとかではないんで、もうね、ひたすら文字書いてるだけでもはごちそうさまですみたいな感じなんですけど、ピクセリアンパラムセカズハカズハバリ宣伝するやん。サラサってみんなサラサ買ってな。でもフルトがフルトかも今日あるんで、今ねめっちゃアクセンってめちゃめちゃ宣伝するね。アクセンってめっちゃ中学生香りするんじゃない。그초등초등학초등학교에서는シャッペンあんでじゃない日本에서는シャッペン使えないよね、鉛筆だけよね基本ね。4ピル4ピルですね、はい、鉛筆のことを言いたかったみたいなんですけど、まあ、4ピルかヤンピルで悩んでたんですけど4ピルですね。中学生되고나서처음으로이제샤펜실かわいい학교에가지고갈수있다이럴때가있었는데그때처음으로산것같아요이걸너무스누피가스누피야좋고맘에들고너무슨티가나죠여기가항상여기가없어져요이렇게하니까뭔지알죠여기가와이맞아요아또목가이웃띠목가이웃또코트에본목키래요그리고시간있을때이렇게단어하이出ました이거네ロボおすすめしてるやつ、韓国語能力試験の単語帳です。赤が、トピック129、青がトピック349、緑がトピック569の単語帳なんですけど、これめっちゃおすすめです。多分カズハちゃんが僕の動画とか僕のインスタ追ってるんかな。赤のやつも青も緑もこのシリーズはずっと4年前ぐらいからおすすめして、多分僕の動画追ってるからなのかな。349のやつを勉強しますね。中級レベルですね。Amazon とかで2000円から500円ぐらいで買ってみてください。엄마가買ったよね。엄마が買ったみたいです。엄마が俺のこと見てんのじゃあ。じゃあ、カズハが俺のこと見てへんやん。でもね、엄마が韓国行ってて、ちょっとね。いやいや、ほんまでも嬉しいですね。お願いします、これからも。ファン会って言います。こんなことしてるんですけど、カズハちゃんのことはこれから面倒見れるんで、DM いただければ、はい、いつでもお時間あげれるので。どうしよう。すごいね、知ってる単語多いね。349の単語でも全部チェックチェックチェックってしてるぐらいだったら、あの緑の569の単語とかでもいいんかもね。ちょっと簡単みたいね、カズハちゃんの単語。すごいね。不条肌は否定するですね。あんまり使わないよね、普段生きててね。日本語でも、いやー今日コンビニでレジ袋言いますかって聞かれたんだけど否定したんだよねとか言わないじゃないですか。まあ普段使わない。チェチュー肌、うん、チェチュー肌は全然使うけどね。それで言うとアイドルとね一般人ちゃうもんね。大学生とかだったらねいっぱい使うけどね。
ら친하다구나이게일종일종맨날했지일종아거의나친하다やっぱり맨날샐러드요거트밥에シュガーがめっちゃ使うんだって。シュガー、シュガー、シュガー、どこ行ってももうシュガーするメニューがいっぱいあるからね、まあ、日常生活で使うことも。みんなが神話人みたいな、これだった制作家だ。あ、制作、制作と始め、あ、こういうやから芸能界でよく使う言葉はやっぱよくわかるんですかね。あ、サンジャーね、재밌다이거생각보다그냥소개하려고했는데이렇게 단어들말하면서그거에대한걸말하는게재밌다일본어랑되게비슷해서좀뭔가상상이가요確かにね좀슬슬해야돼日本語と似てるからね이런느낌으로、ね、아직첫번째페이지지만 ニールが好きやわ。このニールマジでモテると思う。サーモンみたいなね。いや、めっちゃ褒めてるこれ。いや、これ俺の単語でいいね。単語のいろんな気分のこんばんを初戦で頑張ってるやね。いろんな気分のこれ、こんなアイドルでさ、忙しくてさ、韓国語も勉強しろって言って、韓国語もこんな一生懸命勉強してるんで、いいよ。みんな勉強しようぞ、ちゃんと。どうでした？まあ、私、カズハちゃんより韓国うまいしっていう人もいれば、いや、もう全然カズハちゃんの方が上手くてハングルこれから勉強したいですっていう人もいれば、いや別に全然韓国語とか興味ないけどカズハちゃん好きやしとか、まあいろんな理由で見てる人いると思うんですけど、総じて前回よりもめっちゃ上手くなってるし、普通の人が1年間韓国で生活してもこんなに上手くなれないなって思います。平均以上です、余裕で。芸能人だからね、アイドルなんで、歌って踊る仕事をしててこのレベル成長してるわけですよ。本業ではない時間内ですごい1年間伸びてるのはやっぱここが違う。